い、それではね、実況決まりなし第40弾ですね。これが奈良南部遠征のラストになります。このね、先ほど村に行く前に、ちょっとこっちになんか神社があるので、こちらを先に回っていきましょう。よいしょ。この上に神社があるみたいなので、一応ここは廃村っていうのは聞いてるんですけども、やっぱり1年に何回か元住んではった人がお酒とか置いてはるんですかね。どうやらここが神社のようですね。あともうちょっと先そうやな、これ。これなんやろ、蜂の巣かな。巣箱みたいな。はい、戻ってきました。今からね、村の方を探索したいと思います。やっぱ村廃村は結構いくつかありますけどね、近畿にも。約10年前にね、廃村、もう完全にね、もう人がいなくなった状態になってしまったということみたいです。こうやって開くんかな。まあ、開けたっけ。あ、普通に開きますね。お邪魔します。お、割られてある。やっぱ新しいですね。やっぱさっきの離れとかに比べれば。中は空っぽ。エビさんや。ってことはあれかな、さっきの一番初めにいたな、花々あるじゃないですか。あそこはやっぱりめっちゃ、まあ、あのダムができる前からあったんでしょうね。じゃあ、ここは鶏とか飼ってたんでしょうかね。結構まだいろんなもあるな、やっぱり。これなんやろ、ここ大きい施設。
部分を見てる。水流れますね。山からの水かな。じゃあで汲んで、で他のやつは勝手にこう降りてくると。水のやつも、閉まってますね。なんか開いてる。キリンビールが落ちた。パワちゃんのお菓子とか。1967年のカレンダーがある。南部銀行。めっちゃ前やな。カレンダーが1967年で、これは69年か。尾鷲市。おお、ヒノキ風呂いいね。ここは1993年泊まってんな。週刊現代。古そう。1992年。ほう、グロリア。日産グロリア。こっちも1993年の11月から12月のカレンダーに溜まってる。結構広いんやな。じゃあなんとか事務所だよ。あれ普通にあった。
2時前で泊まってる、セイコー。なんかあれやな、あの普通なんか匂いがするな、あの多目的室の匂いがする。小学校の多目的室の匂いするな。奈良県知事選挙ポスター。事務所内は入ったことないですね。入れたね。比較的新しいですね。やっぱり2001年と思ってる。お、なんかいろんな本が置いてある。もう行ってきた。せやな。お、地球儀ちゃうか、天文のやつかな、天文学の。これ地図か。中にエロ本が入ったっていう謎の現象。2階行きましょう。綺麗やな、全然。比較的新しい。ここだけ切ってくれてる。あ、だるま。これなんや。ほんまなんか事務所やな。
さかの開くっていうのがびっくりですよ。今日はなんか夜午後に雨降るみたいなんで、できるだけ早めに切り上げたいですね。この上行ってみようか。ここがラストかな。最後の。あ、さっきの小学校。こっちにも神社ありますね。もう一個のやつか。こんな感じですかね。はい、全部まあ全体的にこれで回れたんじゃないかなと思います。さっきの離れから小学校でここの村と、はい、ということで、よいしょ。ではね、雨が降る前にちょっと帰りたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。